おはようございます。創価塾の久保です。いよいよ明日11日ですね。どういう状況になってるのか分かりませんけども、あと吉谷さんと梅田さんとで私とのね、このもうトリプルすごいそのセミナーが行われますけども、ここに来ない日の非常にもったいないなと我ながら思うわけなんですよ。少なくともですね、ビジネスで稼ぐということにつきましては6月17日はこの場所以外に稼げるところはないと思います。長年やってきた大企業とかは別ですけども、はっきり言って個人で稼いでる人が3人がこう一緒になるっていうことはね、あまりないということと、あとはやっぱりどう言っても個人で稼げる力をね、皆さんつけたいと思うんですよ。でつけたいなら個人で稼いでる人のそばに寄りまくる方がいいです。それしかないと思います。でネットビジネス勉強会は広島で行っている私のね主催の勉強会なんですけども、初回は入場お断りするほど人数が多かったです。2015年の8月からスタートしました。最初35人で定員を締め切らせていただいて、あとはちょっとねお断りしたわけなんですよ。でそのぐらい人気のネットビジネス勉強会、1年をやってまいりまして、もうすぐ最終回が訪れます。残ってる人数は何人かと10人以下になってますね。10人以下で残ってる方はどうなってるか、セミナー講師、収入はきちんと毎日もうなんかあらゆるところで発信力をついてとかね、結果を残している方だけが生き残ってまいります。で自分で稼ぐことをやっぱりね諦めた方っていうのは自分で稼げるようにはなりません。まあ当たり前なんですけども、ならないんですよ。自分で稼ぐことっていうのを例えばですね、半年とか1年でできるだろうというふうに高をくくってしまったり自己評価を高くしてしまうとできないんですよ。常に自分はまだまだだなと、もっともっと努力をしないといけないなと、まだ食らいついていかないといけないなと、あと一歩進んでみようというふうな形でないとなかなか成功することはできません。で我々はうまくいったことだけを表現します。表現しますよね。ただそのうまくいったことを積み上げる裏側っていうのは実際に体験した方とかトライしようとした方、本気でいる方ならわかるんですよ。一つの結果を出した裏にはこんなことがあるんだろうなというふうに、何かの道で足跡を残した人、どっかで人生で勝負した人っていうのはそれが分かるんで、そこ進んでいけるわけなんですよね。ただやっぱり自分に対してすっごく甘い人っていうのは成功例だけを取って、例えばワンクリックで100万とか言ったらね、あ、ワンクリックしたら100万になるんだと思ってそれを商品買っちゃうんですよ。で買った後で膨大な基礎作業があると思ったら詐欺だっていうわけですよ。基礎作業はありますからね。いきなり甲子園に立てるわけではなくて、最初は草野球からなんですよ。皆さんもう無数の草野球をしている野球ファンの中から本気でやる人はバットを買ってスパイクを買ってグローブを買ってどっかの教室に通ってっていう風にして段階を繰り返して、その上で努力をして資金投入して自己投資して、で大舞台に立って試合をすると、試合に出れば同じレベルで頑張ってきた人がもう周りにワンサがいるわけなんですよ。でその人と戦って勝つと、そうするとまた一段上がるんですけども、そうするとその一段上がったところに自分と同じぐらいの苦労して結果を残した人だけがそこにまたいるわけですよね。そういうふうにしてどん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 積み上がっていって、どんどん敵が強大になってきます。無敵の敵が次から次へと出てくるわけですよ、ライバルが。でそこで勝ち抜いた人、もう苦しいけれども前に進んだ人だけが勝利を取るわけですよね。もうそれしかないんですよ。なんかね、ネットを使ったビジネスだと急に簡単になるなんて考えたらダメで、チャンスは広がりますけども、チャンスを生かせる力がない人が入ったりとか、チャンスを見通せるだけのこの受信力を持たない人、受信力を磨かない人がいくらやっても同じです。でしかもそういう人に限って脱落が早いんですよ。3ヶ月とか4ヶ月とかサイト構築を例えばね20個とか30個した段階でも脱落するんですよ。ブログを30日とか50日書いただけで脱落するんですよ。これではさすがに稼げません。さあ、あなたがすごく求めているわけでもないアルバイトですら何ヶ月も何年も続けてるわけですよね。ではそれ以上に素晴らしいことのためになんでそのいやいややること以上に投入できないのかというね、完全にパラドックスが起きてるわけですよ。嫌なことはやるけれども自分の夢を叶える方法は挫折が早いみたいなね。私たちは全く逆です。嫌なことは一切しないと、もう望まないバイトを給料をもらいたいがためだけになんていかないと、一切いかないと、好きな仕事はノーギャラでもやると、そうすると今みたいな位置にたどり着くわけなんですよね。多くの方が逆なんですよ。残念ながら逆なんですよ。我が身を保身のために、収入をもらうために、生活費を確保するために、一生の大半を使ってしまうので自分の人生がなかなか始まっていかないんですよね。
なかなか始まっていかない。今日もおそらくそうだと思うんですよ。私も今日もですね、まあ、今日ちょっと銀行に行ってきたんですけども、仕事は30分で終わりです。あとはドン・キホーテ寄って、武蔵に寄って、なんか暑い暑いと思ったんでエアコンの入った事務所に戻って、さあ今日何しようかなって、こういう毎日なんですよ。こういう毎日で何しようかなっていうところでぐでーっとするわけじゃなくて、次の投資、次の学習、次の勉強していくわけなんですよね。でこれができるようになるんですよ。でも私もさすがに朝8時から夕方7時半まで働いてたらこれができません。要するにチャンスを切り開くことがもう一生できないんですよ。じゃあどこでチャンスを切り開くのか、例えば限られた時間しか今の現状ではないよって方はどこでそのチャンスを見出すのかって言ったら、セミナー行くしかないじゃないですか。成功してる人の話を聞いて自分との考え方のギャップとか行動のギャップに気づいていくしかないんですよ。そしてそのギャップを埋めるため、ギャップを対策をすることをやっていくと、結果今あなたがお勤めの仕事にもそれが生きていくんですよ。そうすると職場でもすごく重用されて目立って、待遇が上がって収入が上がって会社もうまくいくと、フリーエージェントもうまくいくという、こういう風になっていくわけなんですよね。なのにそういうね、稼ぐということ、価値を見出す、価値を提供するっていう場に行かずして、現状の暮らしを続けて、どこに変化の糸口があるのかってことなんですよ。ないですよね。で変化の糸口がなかったら、ずっとそこにいても勤めている会社の経営者から見ても全然出世してくれないんで、お荷物になるわけですよ。で給料を払うのが固定費って考え方で惜しくなるんですよね。もう完全に会社ってのは、人材、社員に対して、アルバイトさんに対しては投資と思って給料を払うのか、コストと思って給料を払うのか全く分かれてきます。そしてコストと思われたら一生浮かび上がれないんですよ。だからコストと思われないように、人材と思われるように、もっともっと私に投資くださいと、投資をどんどんしてくれたら私はその投資していた金額を、その最大価値のパフォーマンスで10倍返ししますよと、10倍返しするような自己連磨する場所を持ってるんですよっていうふうに会社に訴えかけていけるんですよ。それがセミナーという場所ですよね。それがいわゆる塾という場所なんですよ。私のところに来てもらってもいいんですけども、もうぜひですね、今回は6月11日に、明日ですよ、もう明日来なかったらもうね、重大発表もするんですけども、あなたはもう完全に自分の人生を取り戻すチャンスを永遠に失います。はっきり言って本当に失います。もうありません。もう絶望です。もう今日の現実をずっと繰り返すことになります。はっきり言って30年40年経って、あの時久保が言ってたっていうのはこういうことだったのかっていうふうにですね、ほぞを噛みながら路地裏でもう本当に望まないようなね、非業の死を遂げながら思い出すことと思います。そのぐらいオーバーに申し上げておきますけども、そのぐらい私は責任を持って明日一日をお届けするつもりでございます。明日がね、もう本当に明日がないと、明日があるさなんて歌っちゃダメです。明日はないと、明日はあるから6月1日ありますけども、明日でいいやっていう感覚はなくしていただいて、今日を勝負しなければ、今日を全ベッドしなければ、明日の太陽が昇るわけないんですよ。人生はとても短くて、あなたを担保してくれるものは世の中何もない、全て幻想だということに気づいていただきたいと思います。で最後にですね、緊急ニュースなんですけども、中国の軍艦が尖閣諸島にやってまいりました。これはですね、もう日本もチベットやモンゴルと同じように侵略されることを意味しているんですが、じゃあ我々は何をすればいいのか、稼げばいいんですよ。稼いで世界中の好きなところに即座に移住できるような自由な行動力を持つと。でトラブった時でもやっぱりね、お金が物を言う場面って結構あるんですよ。じゃあ稼いでおきましょう。稼げる人は無下に扱われないんですよ。無下に扱われない。でお金で要するに買収することもできるんですよ。敵を買収するみたいなこともできるわけですよね。もう究極はそういうことまで考えて稼ぐということを考えていけばと思います。あ、ちょっと最後はね、意味の不明な過激なメッセージになりましたけども、ちょっと日本も危ないよという、経済的にもで外交的にも危ないよと、軍事的にも危ないよということをね、もうちょっと背中に感じた方がいいと思います。今日の中国新聞からでした。ありがとうございました。